インテラステーションプロは1997年から2008年まで展開していた IBM のワークステーションの製品名である IBM PC360.365 の後継として1997年3月に発売されたブレードワークステーション HC10 の登場により製造販売を中止した IBM による PC 事業売却の対象とならず センクセンターセンクパドシリーズ売却の2005年以降も IBM で開発、販売されたため、レノボが販売するセンクステーションとは開発上の関連性はない。このコーデは姉妹製品であるインテラステーションパワーについても記す。一部の M プロはローエンドモデルのネットフー。2002年2月にはパワープロセッサーをベースとするエサーバーセルスのワークステーションもインテラステーションの参加に収めた。 企業向けクライアントコンピュータとして提供され、主に機械設計用のコティアなどの3次元カナダドルや、コンピュータグラフィックス性能を要求する、業務用のアプリケーションソフトウェアを利用する、インテルペンティアム4や、コア2デュオを搭載した M、M Pro、ザイオン搭載の Z Pro、AMD 製 CPU 搭載の A Pro のシリーズがある、エントリー向けワークステーションとして E Pro、日本も、マーケット向けに、 小型化した MPRO として MPRO SFF がラインナップに存在した IBM のサーバー管理ソフトウェアディレクターや RDM と連携できる仕掛けや不具合が起きた際、故障箇所を LED の点灯で明示するライトパスを備え保守を容易にしているオンラインでハードウェアのリビジョンやファームウェアバージョンインストールされているアプリケーションのバージョン一覧を 取得するツールを利用できるなど、PC と差別化のできなくなっている今日のワークステーションと比べ、前日の通りネトフィナティやシステム B、システム X と近しい関係にあり、サーバー譲りの独自機能が付加されていた。高度な描画性能へのニーズに応え、NVIDIA のクアードローシリーズや ATI Fire Pro シリーズなど基盤サイズの大きなビデオカードを内蔵する。また、サーバーと同様に、 ディスクアレイコントローラーを搭載し、RAID 構成で稼働率の高い構成が取れる。このように CPU やビデオカード等の構成が多岐にわたるため、IBM をおなじみの黒い筐体ながら、インテラステーション専用のものからネットビスタやセンクセンターと共通のものまでラインナップされており、シリーズによって大きさが異なる。またインテラステーションの多くに共通する特徴として、 ネトビスタやセンクセンターなどに用いられていた IBM カラーであるブルーのアクセントが用いられていないあるいは使われている比率が少ない場合が多い2007年に後継の IBM ブレードセンター HC10 の登場により販売を終了したいずれのシリーズも2013年現在は生産終了している M プロ6889から 10JCPU に ベンチウミーマイナス 350MHz を搭載。PC-100 の 64MB スタラム。A で対応の 6.4GBHDD。グラフィックボードは、マトロックスミレニアム 2AGP を搭載。解像度は、6 4四 80. 4 8 0ドット、800-600ドット、1四2 4 7 6 8ドット、1280-1024ドット、1600-1200ドット。 価格は57万3000円。6889から 11JCPU は、ペンチウミーマイナス 400MHz を搭載。PC-100 の 64MB スタラム、A で対応の 9.1GBHDD。グラフィックボードは、マトロックスミレニアム 2AGP を搭載。解像度は、四十四百八十ドット、八百六百ドット、十四七百六十八。 ドット、1280-1024ドット、1600-1200ドット。価格は63万3000円。6889から 14JCPU に、ベンチウミーマイナス 400MHz を搭載。PC-100 対応の 128MB。Staram、ウルトラワイドスカジー対応の 9.1GB。HDD。グラフィックに、インターグラフインテンス 3D Pro 3400を、 搭載、解像度は、64480ドット、800600ドット、1024768ドット、12801024ドット。価格は128万円。M Pro 追加モデル共通の仕様は、CPU に、ベンチウミーマイナス 333MHz、チップセットに 440LX アグプセットを、採用、最大十四倍速 CD o m 3モード FDD、拡張スロットが AGP1、PCI3、PCI、イサ1、イサ1、インターフェースが USB ポートに100ベース TX1 などで20日に出荷を開始、6898から 22J メモリが 64MB、スタラム、グラフィックボードにパーミディア2を採用、解像度は640-480ドット。 800600ドット、1四2 4 7 6 8ドット、12801024ドット、16001200ドット。価格は63万3000円。6898から 24J メモリが128メガバイト。スタラム、グラフィックボードにインターグラフインテンス 3D プロ2200。4T を採用。解像度は6 40, 4四4 8 0ドット。 800-600ドット、1四2 4 7 6 8ドット、1280-1024ドット。価格は128万円。Z Pro Intel Station シリーズのハイエンドモデルとして発売。25J のワングレードのみのラインナップ。CPU には Pentium 2座 4-450MHz を最大2個搭載可能。メモリは 標準 256MB の ECC 対応。スタラム、10, 1万 RPM の 9.1GB の、ウルトラニスカジーハードディスクを搭載。グラフィックボードは、インテインス 3D プロ3400を採用。タワー型筐体はブラックで、サイズは幅200奥行き445高さ 492mm で、重量は 20.5kg、価格は148万円から。 M Pro ミドルエンドモデルとして発売。D グラフィック向けのモデル41 J と 3D グラフィックに特化したモデル44 J の2機種を発売。グラフィックボードは44 J には Z Pro と同じインテンス 3D Pro 3400を41 J にミレニアム G200 を採用。44 J はオプションでインテンス 3D 3400がを選択することも可能。 両モデルとも、ペンティアム 2-450MHz を2個、搭載可能で、チップセットはインテル 440BX、ECC 対応のスタラムを 128MB 搭載。タワー型筐体は、Z プロ同様ブラックで、サイズは幅200奥行き445高さ 492mm で、重量は 17.3kg、14日に出荷。 価格は四十四 J が百十八万円、四十一 J が六十三万八千円。E Pro エントリーモデルの E Pro は、Pentium 2マイナス四百五十メガヘルツ、チップセットは Intel 四百四十 b y t X、グラフィックボードは m i l l e n i u m G 二百、メモリーは ECC 対応の百二十八メガバイトスタラム、ATA マイ三十三対応の HDD を十点一ギガバイトの 構成で価格は54万8000円。OS は Windows NT 4.0がプレインストールされる。14日に出荷を開始、Z Pro CPU に Pentium 3 i i o n 550MHz、550 500MHz を搭載し、デュアルプロセッサーにも対応する。デジタルモックアップや CG 制作向けの 3D モデルとノンリニアビデオ編集などに適した 2D モデルが用意された。 3D モデルにはインテンス 3D ワイルドキャット4000を採用、インテンス 3D ワイルドキャット 4000R8 とインテンス 3D ワイルドキャット4000画の2枚のボードで構成される。2D モデルはミルニアム G200D が採用されている。M プロ CPU に Pentium 3500MHz を搭載し、デュアルプロセッサーに対応する。3D カナダドルや CG 制作向けの 3D モデルと。 ノンリニアビデオ編集、プログラミング業務向けの 2D モデルがラインナップされた。3D モデルでは、ダイヤモンドマルチメディアシステムズとの共同開発製品、IBM Fire GL1 を採用している。IBM Fire GL1 は、グラフィックチップとして、フルオパングル 3D、AGP に対応の IBM 256ビットグラフィックスラスターザーを採用。 32MB のビデオメモリを搭載。2D モデルは、Z Pro 同様ミレニアム G200D が採用されている。E Pro CPU は、Pentium 3-500MHz、450MHz を搭載。デュアルプロセッサーには、非対用。2D モデルのみが用意され、グラフィックボードは、ミレニアム G200D が採用されている。M Pro CPU は、 ペンティアム 3-600MHz を採用。2チャンネルウルトラワイドスカジーインターフェースをオンボードで装備し、9.1GB の HDD を搭載。100ベース TX 対応ネットワークインターフェースをオンボードで装備し、アラートオンラン機能やスマートリアクション機能、LCCM 機能に対応する。3D モデルは、グラフィックボードは IBM Fire GL1 を搭載し、 2D モデルはマトロックスミレニアム G 四百を搭載する。搭載 OS は Windows NT ワークステーション四点零。価格は 3D モデルが八十九万八千円、2D モデルが五十六万八千円。十三日に出荷。E プロ CPU は pentium 三マ六百メガヘルツを採用。百二十八メガバイトのメモリと十三点五ギガバイトの HDD を搭載し。 グラフィックボードは IBM Fire GL1 を搭載する。システムの異常を検知した場合、自動的に管理者に通知するアラートオンライン機能やクライアントの HDD をサーバーに自動バックアップするスマートリアクション機能、クライアント PC のソフトウェアをサーバーからリモートで更新できる LCCM に対応する。搭載 OS は Windows NT Workstation 4.0。 価格は39万8000円で、出荷開始は19日。アビットエクスプレス d v o イ i n t e テ s t a t i M Pro このモデルは、インテラステーションにアビットエクスプレス DV やリボラプターなどの DV インターフェースをあらかじめ導入して提供するというもので、1998年12月に発表したアビットジャパンとの映像処理システムに関する協力の一環として発表されたユーザーは、 DV デッキを接続するだけで編集を始めることができる。CPU に Pentium 3-600EBMHz を採用し、128MB のメモリーと 9.1GB プラス 18.1GB のワイドウルトラニスカジー HDD を搭載する。グラフィックボードには、ミレニアム G400 最大48倍速の CD-ROM ドライブを装備する。 出荷開始は3月24日で、希望小売価格は88万8000円。インテラステーションパワーは、IBM のパワープロセッサを搭載したユニックスワークステーションである。パワー185.285は、同社が最後に手掛けたパワーアーキテクチャベースのワークステーションであり、インテラステーションシリーズの中でも、M プロ Z プロ販売終了後も販売され続け、 2009年1月2日に販売を終了するまで同社唯一のワークステーション製品でもあった。インテラステーションパワー265、編集タイプ9112から265、インテラステーションパワー275、編集タイプ9114から275、インテラステーションパワー285、編集タイプ9111から285、 インテラステーションパワー185編集タイプタイプ7047から185ありがとうございます。